おっす、皆さんおはようございます。しんのすけの秘蔵っ子のみなひろです。さあ本日はですね、ウエスタン一之江店様の方にお邪魔しておりますということで、本日の並びがですね、あの20人超穴場です。はい、ということで3枚引きました。なんかもう最近マジで抽選が神がかってまして、昨日も1番引いてるんですよ。こちらのお店さん、大都機種の設置台数がちょっと少ないんで、でメイン通路にスマスロホークとかバーンって構えてあるんで、やっぱそこから狙っていくのがまあ王道かなと思いまして、今日はそちらを確保しました。それでは早速いきましょうか。いつものやつ、ウエスタン一之江店様での収録です。マックスベッド押すんだ。よろしくお願いします。さあ、で打っていくんですけれども、まあ、もちろん本日も宝探しですね。まあ高設定を目指して打っていきたいと思います。なんでまあ設定判別はしていきますよという感じですね。で実はまあ結構ですね、最近高設定を打つ機会が多くてですね、ああもう北斗の上ってこれだよねっていうのがかなり体で染みついてきましたんで、どこを見たらいいかっていうか、ここなんですよ。弱水か、弱水か、これマジでこれです。まあ設定6に関して言うと、もう弱水かが仕事しまくるんで、4号とかってなるとちょっと苦戦する可能性はあります。でもやっぱ2000ゲームぐらい回せば、なんか弱レア役からの当たりは割と隔離できるんで、逆に実践ゲーム回して1回もなかった、しかもそれが一撃出てないような状況だったら、まあ、やめてもいいですよ、ぶっちゃけ。だから番長ゼロぐらいとは言わないですけど、まあ匹敵するぐらいの判別の速さかなとは思ってます。でまあ結局無素点ゲーなんで、まあ、そう2400の壁をぶち破るためにはやっぱそういうのが必要になってくるんで、ってなった時にやっぱ最低設定5は欲しいっておっしゃる方が多いですね。自分は設定用でも全然機械割り 105% あるんで、まあ、あって4なくて1は嫌ですけど、4以上確信できるのは挙動とか、まあ、例えば金トロフィーが出たら、まあ、終日打ってもいいかなぐらいは思ってます。番長ゼロとかやったら全然打てると思うんで、まあ全然ありかなって感じです。はい、弱性化68ゲーム一発で、これよ、もうこっから当たるかどうかが全てなんで、今のところもうモードいいような挙動はないんで、多分地獄か通常にはいたんでしょうね、おそらく。なんなら地獄寄りでした、ね、第一停止の演出アクションが多かったんで。あ、ただマミヤ来た、マミヤ同行で通常以上のチャンス。弱水化で上がった可能性もありますけど、え、スローラ台出たの、しかも第2停止、一応スローラ台で天国以上の期待大なんですよ。サウザーか、こういうのでサクッとジャギーステージ行ったりすると天国いるかなーってなるんですけど、ただ第2天使でシローラ第2に変わる、中華第2に変わるのは相当期待が高いんで、これ当たりそうやね。弱スイカ引いた後108ゲームでカドチェ引いて、さっきシローラ第で129ゲーム中断チェリー、あー青発光、青やんじゃん、赤発光デフォルト、ワンチャン角地で当たってねとか思ったんですけど、さすがにそれはなさそうです。角地で天国行った可能性もあるんですよ、通常から。まあ設定値だとめったにいかないんですけど、
どちらですよ、この中段チリが当たるかどうかで分かります。果たしてあのシロラ大は天国だったのか天国じゃなかったのか。はい、144ゲーム中段チリ。覚えてる。引きすぎやって、引きすぎやっても分からん。はい、また赤色147で、そりゃ通常にはいますわ。それは俺の天才覚えてる。で着水か162ゲーム。いや、もう一発目の中段チェリーで当たってないんで、あのシロラ大はガセでした。天国にはいなかった。でこれ残りの中段チェリーも外れてますね。ジャックスイカ、カードチェリー、中段チェリー、中段チェリー、中段チェリー、ジャックスイカって引いて、そもそも天国にすら行ってなさそう。だからレア役引けた時はモード以降たくさん判別できるんで、まあ、はかどるんですよね。設定狙いが、設定判別がはかどるんで。当たってないっすね。はい、朝一の短縮伝承はなし。300ゲームスルーで、この弱水化もまあ当たってないでしょう。だから現時点で弱水化3回、中段チェリー3回、カードチェ2回、チャンスで1回、これを全部引いて、まあ、天国以上にすら行ってないという状態です今のところ。でそもそも当たってもない、うん、よくはないですよね。よくはない。ただまだ分かんない。いやー、いらないいらない。738、いらいら。普通に打ってれば外れるんで大丈夫です。待て、当たってるやんか。ケンシロウ今歩いてる状態でバットが先に行ってるぜって言ったんですよ。一人になったんです、ケンシロウが。最悪やもう。うわー、天井行けず。投資25本。マジかー、油断したバット、お前先行っちゃあかんやろ。そこはずっと一緒にいてくれよ。はい、当たります。まあ赤七でしょうね。チャンス、まあ、天国以上の期待だ。ボンズ演出、カウントダウン発生に期待。4ゲーム目激アツ。2回目。じゃあ、はい、760ゲーム中断チェリー当選。まあ通常状態だと思います。今のところモードも全然動いてないですし、よくはないですね。湯気、
いや色ついちゃダメなんですよ。北斗の剣の主役は湯気なんで、ネヒロの中で。まあいいでしょう。今日のサムネはこの子にしますわ。第三天使ガクブルお兄さん、もう何を引いても今日のサムネイルはあの子。いや、いい顔してるんですよね。もういかにも倒してほしくなさそうな顔してる。最後一戦目、ケンシロウの青い足をイメージして放つ。はい、セリフ演出なし、岩田もなし。あで弱性化か強性化、強制かラオウか、あ、ほっとしてもない。おえ強制化で転属抽選に漏れてて、そもそももう外れてたパターン。もちろん雲は止まってますよ。やめですね、もうもうやめですね。170倍単発強水化では一応でも通常はいそうです。いやー強水化でも継続書き換え漏れてましたね。ただ通常モードにはいそうです。ちょっと通常っぽいところにいたんで、これで天国に上がってくれると助かる。一応ゴンズなんですよ。あ、発展すらせん。おー当たったはい、アミバ発展。まあ強水感から当たりです。珍しいな、なかなかない。おそらく通常状態の強水感でヒットです。これがアミバ流北斗神拳だ。かわいそうに後ろにしか歩けなくなる。足が勝手に止めてくれ。天才のこの俺がなぜ。貴様は長く生きすぎた。はい、当たりです。67ゲームよかった。湯気オッケー、あーもう大丈夫です。一番いい、マジでちょっとやる気出てきた。最後さあ曲変化なし、違和感もなし、どうぞ。オッケー、やっと継続した。でチャンス目、やっと北斗の剣らしくなったね。セットの継続 OK。 おーよし、さあセリフ演出なし、違和感もなし。ほい、あー赤いやし、北斗出演もなし。攻撃はキック、はい、最低継続でも6割。
あー雲止まってる。よーしゃい、ケンシロウが復活するゲームで雲が動いてる割合はだいたい6割ちょいなんで、これ珍しい方引いてますね。3割ちょいぐらいで雲動かない。 OKOK。結局北斗って初期の継続率なんてちょっとした土台ぐらいでしかないんで、初期の継続率結局あのバトルパートで中継引いて継続率上げる戦いが一番大事なので、初期の継続はぶっちゃけ何でもいいみたいなところはある。結果何にも縛られない湯気って一番いいんですよね、気持ち的には。最後セリフ演出は出ないな。オッケー、ふぅ3セット目突破。湯気しか勝たん。雑魚から用中車飛んできた。あ、オッケー。あの前兆、いわゆるレアック成立ゲームの G ゲームで黄色雑魚が出現したら掃除で宿命バトル同行です。これ大丈夫。2、3、ここ耐えてほしい。あ、深夜な。サウザーラッキー。じゃああとはリプレイを引くだけの簡単なお仕事ですね。行きましょう。リプレイリプレイ。 OK、 ケンシロウ先生リプレイです。 50%。 おー、あー、はい、多分おそらくこのリプレイ取ってますね。 50%。 ただシャオリたいんですけど、結局レア役が6割ぐらいで共闘なんですよね。だから今リプレイ取ったとしたら3割ぐらい。まだ分からんで、今のところボイスは変わってない。まあ突雷の可能性もあるんでまだ分かんない。信じるべきは結局自分の奥義なんで。やぶねー。さあどうですか。残念、これは継続だけです。あっつ、ここでまあ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 、まず宿命バトルに行かないといけないんで。割れろ。あー、オッケー。勝てば共闘ね、勝てば共闘。ゲーム数30ゲーム消化し終わってから引いたレア役で宿命バトルじゃなくて宿命バトルに行った場合は、勝った場合共闘以上です。貴様に俺を倒す気か。オッケー、とりあえず外れ。何かわからん、なかなかだな。あー、これは無理これは無理だ。で勝負。オッケー、はいよ、取り戻せ。わー、中継がいいなこれ。あー、残念。まあよし、とりあえず継続しましたけど、あの宿命バトル熱いな。ちょっと爪が甘いんで次はしっかり決めます。最後、さあセリフなし、違和感なし。来るなぁ、ターンします。いやー、なかなかホット姿勢は出ない。オッケー、最低継続でも 85% 以上。オッケー、雲動いてる。これ湯気ですからね、言っときますけど。湯気しか立たんのですよ、ほんまに。7セット目最後。
タッポイチャレンジ。タタタン。わー出ないマイスロ。マジか。まあ3分の1で曲変化ですね。継続してるとき。でもなし。どう？今の湯気ならキックとか避けそうですけど。ほらね。ほらね。やばいわ。ジャクル予約でも仕事する。あーてかそもそもチャンス目で取ってたやつ。宿命バトル。はい。シーン。ただシーン。外れ。オッケー予約やわ。これチャンス目やわ。はい。チャンス目なんで勝利確定。で、レア君いてるんで、6割オーバーで、シャオ。まだわからんで、まだわからんで。まず1回目のボイスは普通にケンシロ。2回目もケンシロ。ここのランプ、レインボーになるかもしれないんで。ちょっと今のところダメそうです。なんか宿命バトル、なんかチャンス目からの宿命バトル当選時の振り分けがなんか公表されてた、開発ボイスに書いてあった内容ではシーンからジャギまでは均等って書いてあったで、数日前に、まあ、その振り分けが公表されたんですけど全然そんなことなかったんですね。あのシーンがちょっと 割合高かった 31% ぐらい。あとのサウザーからジャギは均等なんですけど、なんか言ってることと元から出ている情報と違う情報が発表されたってことなんです。最近これ多いんですよね、ボクトに関して。まあ言っても誤差ですけど、誤差やけどな、シーンだけ優遇されてるって言ってて均等とは言えないんですよ。さあ行こう。これこのままレイが出てくる可能性あるんです。うわチャンス目引いてて共闘すらなし。まあしゃあないしゃあない。今回はあのレア役引いて勝ったんですけど、そもそも共闘の振り分けが取れなかったっていう、あの薄い方引いてますね。おお白ナビってなかなかないです。またあーランプ無人や。おーランプ無人や。今ベル揃ったのに青色のランプ発光したんで、一応公表されてる情報ではアミバ、わかんないですよ。多分ベル宿命バトルの前兆中にナビ無順、ナビからの LED 無順発生した場合はレインボーならアミバ、それ以外ならジャギっていうのが多分正しいと思います。おそらくあの公表されてる情報はちょっと間違えてると言い切っていいと思います。あのこれ2回目なんで、これで勝ちましょう。はい、あジャギなんでね、ベルでいいんで。これで 75% OK、 まあ勝つでしょう。やっと来たわ。
3度目の正直最高。ここで中継押し順ナビ引いたら 25% で焦点。おーラオウ先生ちょい安。まあレイが自力で立ち上がるかかわすか、だからこれパンチとか出したらマジ激アツです。いやーあるなー、キックかー。これかわした瞬間に下パで消えるんで、あ食らってやんの。じゃあ立ち上がるかどうかですね。自力で立ち上がったらうおーって言った瞬間に下パで消えます。ああダメだ、これはもう普通に間宮復活ですね。はい、ただ共闘ループの可能性はあるんで。ナイス、キックとか全然レイ避けるんで今回ダメでしたけど惜しいな。最後マイスローチャレンジ、オーケーダフボーイで、まあラオ先制してるんでこれも違和感ない。終わらんぞマジ、終わらんぞこの湯気。はいはいはい、最後さあここピエロ来る可能性あるんでマイスローチャレンジ。あー曲変わらん、青い足、ラオウ、もうほっとしてもないですね。来たね、初めてのラオウがゴーストホールか。ここで押し順ナビとか出し始めるとマジで終わんなくなるんだよ。出ない、これはもう発輪頼りですね。11セット目1033枚11セット、ピエロは流せず、まあまあまあだいぶうまいですよ、うん、トントンまで帰ってきましたね。500ゲームぐらい回されて朝一200のゾーンで当たって AT 入れて駆け抜けて天国見てやめられてる台ですね。何も分かんないです。ちょっと900まであとちょっとやのに、やばい、全力で外さないとか。 USA 揃い、あーもう最悪、もう最悪、はい、861ゲームちょっと良くない流れ来てるな。だから引きに物言わせてるんですよね、ほんまに。引きだけでなんかちょっと出して終わりですみたいな感じなんで、ちょっと狙い目しっかり絞ってこれから打っていきたいと思います。ちょっと今回は申し訳ございませんでした、これにて実戦終了したいと思います。さらば。はい、ということで本日は出玉紹介ですね、やっていきたいと思います。で、まずスマスロ北斗からなんですけれども、今見えてる1枚ですね、右から3台目の台がこれ1000枚オーバーの札刺さってて、初当たりも10回ぐらい取れてるんで、まあ悪くはなさそうですね。この台も一応 BB9 回取れてるんで、まあ悪くはなさそう。これもですね、これも BB9 回取れてるんで、まあ、当たりはしっかりありそうですね。カバネリが角台しっかり箱積んでて、こっちのカバネリ、このカバネリも3000枚オーバーと、まあ、ここもかなり良さそうです。 SAO が3台あるんですけれども、まあ、3台ともしっかり回されているんで、まあ、同じお客さんが回されているんで何かしらの根拠が出て打ってらっしゃるのかなと思います。番長ゼロが2台あるんですけども、片方はもう完全にアームなんですけども、もう片方もでもしっかり
当たってが取れてるんで、まあ、悪くはなさそうですね。で最近増大されたカラクリサーカスが4台あるんですけれども、一応右から3台目が超カラクリ入ってしっかり出てる感じですね。それ以外にも、スイカからのマクマチャンス入ってる台確認してますんで、まあ、悪くはなさそうですね。